はい、暑いです。すげえ暑い。もうまだ5月なのにね、まあ、こういう暖かい季節、暑い季節、初夏になってきましたけども、まだ時間あります。はい、僕ボテボテです、今年。はい、で全然最近首がぎっくり首やっちゃって、で、まあ、もうだいぶいいんですけど、もう1ヶ月近くトレーニングをサボってしまったので、だいぶね体重増えちゃったんですよ。だからここからまた一気にこうやり直さないとなっていうところなんですけど、まあ、皆さん5月いっぱいで、まあ、5月から6月前半ぐらいまででもう本当ね、もうバルクアップしまくって、でそこから7月梅雨明けに向かってですね、減量していくという、まあ同時にやってもいいんですけどもを目指して、今年も頑張って、体型を維持していこうじゃないか40代イエイ。はい、ということで、毎年やってるんですけども、バイクで役立つ筋トレ、はい、ということでやっていこうと思います。はい、今ちょっとバーベル用意しました。はい、今これしかないんですけど、別に重かったら何でもいいです。はい、お子さんでも奥さんでも旦那さんでも、はい、何でも構わないんで、重いものを用意してください。はい、で、まあ、バーベルも買うときはこういう分解できるやつの方がですね、片付けしやすくていいです。でなるべくそのこう組み立てた状態で片付けずに置いといた方がいいです。なんでかというとですね、一回こうバラして片付けちゃうとですね、三日坊主になりやすいです。はい、なので三日坊主になっても5日目でまた再び復活できるように、なるべくこう組み立てた状態で主張させておくといいんじゃないかな。でまずですね、足腰、はい、鍛えていこうと思うんですが、引き起こしで使うのはもちろんこういう筋肉ですね。はい、でそれをですね、こうただ単純にスクワットするんじゃなくて、こうなんか重いものを持ってですね、はいはい、胸の前に構えます。はい、胸の前に構えます。伸びる伸びる。でこの時にこう抜けないようにしてください。こうなんないようにしてください。しっかりつま先が、膝がつま先から前に行かないように、こうですね、こうですね、こうですね。できつかったら足開いてください。聞く場所変わりますけど、開いた方がやりやすい。引き起こし苦手な人はこれでぜひ足を鍛えてもらえれば、1日10回で結構です。はい、はい、次、バイクにですねまたがった時に、いや今年僕ね薄着で乗ろうと思うんですよ。薄毛じゃねえぞ、薄毛って言ったな。はい、薄毛仕様になろうと思うんですね。はい、でバイクに乗った時にですね、やっぱりその最近その兵道もそうなんですけどね、なんか着ると涼しくなるクールインナー的なものをそのままプロテクター入れてライディングウェイにしまおうぜみたいな流れがあるじゃないですか、ね、あれ多分今年すげえ来ると思うんですけど、それ乗った時にまあプロテクター入ってますけどね、ぜひお体も鍛えてですね、こうまたがった時に、こうなんか、お、あの人硬いんじゃないみたいな感じに持っていきましょうよ。はい、ね、というわけでバイクに乗った時に目立つ筋肉を鍛える、はい、ということなんですけど、あんまり大胸筋はねそこまで目立たないんですけど、やっぱね肩周りとか広背筋っていうのは非常にこう目立つんじゃないかなと思いまして、そこの筋トレをやっていこうと思います。まあ、何でもいいんですけど、まず肩鍛えるときはですね、こうまっすぐ持ってもらって垂直に上げます。はい、でこれをこう繰り返すんですけど、これちょっと軽すぎますね。10キロしかないんですけど、これとこの動きですね。はいはい、で注意なんですけど、よく、ね、手首がこう重さに負けて曲がっちゃう人いるんですよ。これあんまり良くないんで、できればまっすぐにした状態で効かしてやる。余裕がある人は上に持ち上げるですね。はい、でゆっくりやればやるほど効きます。はい、でこれが肩で、次に二の腕と広背筋ですね。これで長いバーベルがあればこう1回でできるんですけど、あまりそういうのを家に置ける人少ないと思うので、こういうまあ、短いタイプですね、あれでやっていくとですね、こう
引く筋肉ですね。で必ず手で膝で椅子でもいいんですけど押さえてください。腰悪くしますん でここの状態から引いてやる。ローウィングですね、はい、ローウィング、ローウィング、一回止めたりする。ローウィング、ローウィング、ローウィング、10回ギリギリできるぐらいがいいとは言われてるんですけど、いきなりやるとですね関節悪くしたりしますので、こういう調整可能なものですね、なんていうんですかね、軽めの方からやってみてください。でバーベル買うとき、こう穴が開いてるやつがいいです。これなんでかっていうと、こう、まあ、外したときにですね半分にできるじゃないですか。でそうするとこう5キロの鉄アレになるわけですね、はい、で調整できますので、なるべく穴が開いているものでやりましょう。で、まあ、左右10回ずつできれば3セットですね、はい、なんかそんなの関係ねえのあれですけど、もう古いな、はい。でこれで、背中の筋肉と二の腕ですね、はい、鍛まりますので、僕は意外と普段はこんな軽いのでやらないんですけど、肩のこれですね、これを忘れちゃった、この動きこれをですねよくやってます。胸を張ることです。胸を張ってで、スプリットスタンスっていうんですけど、足を前後に開きます。まあこうでもいいんですけど、これだと結構ふらついたりとかですね、体幹が弱い人だとこういう動きになっちゃうんですよ。こういう動きはあまり良くないので、スプリットでしっかりガッと固定して上に垂直に上げてやります。重ければ重いほどこの動ききつくなってきます、はい。で今のその2つの動きだけで大体全部鍛まりますので、でこれやってからバイセップスカールやってみようかなとか思うと結構上がらない。ロービングで二の腕が効いてるからですね、はい。で、まあこれをですね、これとできればまあ腹筋なんかを組み合わせてもらって、ふわっち、夏に向かってですね、こうバイクまたがった時に、何あの人素敵ってこう言われちゃうような後ろ姿を皆さん目指していきましょう、はい。僕も今日からもう散々休んだね、まあ、今日からじゃないんですけど、まあ、今日あたりからですね、頑張ってまたトレーニングしていきますので、はい、40代の皆さん、もし、まあ、40代じゃなくてもいいです、僕は40歳だからそういう言い方してるんですけども、はい、一緒にいいトレーニングしていきましょう、はい。ちゃんとトレーニングしているかどうかチェックするからな、はい、よろしく、よろしくです、はい。だんだん重いやつをこう持てるようになればだいぶいいんじゃないかなと思います、はい。というわけで、日々の健康のため、腰や膝を壊さない程度に、筋トレしていきましょう、はい。どうもありがとうございました。